どうも、ハーゾンクロージです。今日はですね、おすすめコンビニアイスのコーナーです。はい、おすすめコンビニアイスっていうか、まあ、僕まだ食べたことないやつなんですけど食べたことないアイスなんですけど、美味しそうだなと思ったので買ってみました。なんかね、ネットニュースかなんかで見て、これ絶対美味しいだろうとずっと目をつけてまして、買ってきちゃいました。これ名前がうまそうなんですよ。じゃじゃん、もちっとチョコレート、もっちりとしたチョコもち入り、新食感、たまらん。赤城乳業株式会社さん、ちょっと食べようかめっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いする。普通とはちょっと違うけど、結構分厚いんですけど、チョコレートアイスですね。外観はでもカカオの香りが半端じゃなくいいです。たまんねえ、この匂い。この匂いのするマスク欲しい。匂い、僕割と匂いフェチみたいなとこあって、一番好きな匂いはあの風船の匂いなんですけど食べましょう。いただきます。お餅がすごい、ここプルプルです。なんだこれ、超うめえ、うまこれ。食感的には確かにもちもちっていう感じもあるんですけど、プルプルみたいな感じもあって、氷かけのゼリーみたいな白いところ出てきて、何これ、ミルクアイスかな。はい、ごちそうさまでした。10のハンサムです。10です。超美味しい、香り高いチョコレートアイス、サクッと歯をね、5ミリくらいサクッて入れたら、もういきなりその歯の先にプルンってしたものが当たるんです。サクプルン、はぁ、なんだこれは。雷に打たれたような衝撃ね。餅が、餅っていうか、もうもっちりっていうか、ねっちりしてます。なんか最後ちょっとミルクアイスでね、ちょっとさっぱりして終わりっていうね、感じがまたいいですね。感動しました。というわけで、コンビニで売ってます。ファミマとかローソンでも売ってました。これはぜひ、これは餅好きの人、餅好きさん、おすすめです。以上、ハーゾンクロージでした。バイバイ。